今回はダイソーさんで見つけたかわいい文房具を紹介していきます。商品はこちら、ペンポと付箋です。商品はこちらです、シャーペン、消しゴム、鉛筆削りです。ティアラチャンネル、ペンポです。かわいい、クリアだね。中が見えちゃう。中が見える。しかもタグがキラキラしててかわいいです。かわいい、かわいい。チャームのところが星形になってる。はい、付箋です。こっちがミッキーマウスとかドナルドとかの付箋で、うん、こっちがあのマイクとかサリの、 あのユニバーサル、あ、ユニバーサル分かんないの付箋です。ポップで可愛いね、うん、で、注目ポイント、注目、この付箋のどっちも裏がとってもおしゃれ、可愛い。で、これ筆箱に入れたりするときにここがペラペラってなって曲がってる時ありますよね。でもこれほら、おお、本みたいにできるの、お得。いいですね。はい。次は注射器型シャーペンです。メモリが書いてあって、はい、めっちゃリアル。メモリが書いてあります。こうやってブチッて。あと可愛い消しゴムもついています。次は消しゴムセットです。可愛いし、いっぱいあるからお得。これがアーモンドチョコで、これが野菜、うん、ほらで、トウモロコシと、あ、野菜、野菜の、うん、ロコシ、ベジタブル、ベジタブルって書いてある。あ、と丸っこいからね、使いやすいよね、うん、これも何、見せて、泥、うん、あ、ドロップ、飴だね、飴の消しゴム、丸い、丸い。こっちはいちごキャンディ、うん、これも丸いです。あとチョコレートの箱の消しゴムとヨーグルトのタブレットの、ラムみたいな、なんか箱の消しゴムあります。じゃ次は鉛筆削りが2つです。くまちゃんとうさぎちゃんです。うさぎが一番、あの、どこで削るかっていうと、この蓋を開けて、うん、あ、ほら、すごくかわいい、うん、で、あの、ほら、時々さ、筆箱の中にポイって入れとったら、この穴からなんかさ、削りカスが落ちてきてるんですけど、蓋があったらね、あっちにしね、しかも可愛いし、筆箱は汚れん。で、ここ落ちてきて、ペットボトルにつけてたら、ペットボトルに削りカスが溜まってて、うん、落ちない。クマもね、そうなってます。ということで、ダイソーさんの可愛い文房具を紹介しました。この文房具を使って夏休みの宿題が進んじゃう。